本ビデオではマットラボとコンピュータービジョンシステムツールボックスを使ってカルマンフィルターを使った物体のトラッキングについてご紹介をいたしますカルマンフィルターですがこちらは時々刻々と時間変化する量を推定するために用いられるよく用いられる推定器となっておりましてコンピュータービジョンの分野でも検出した物体の位置精度の改善や将来の物体位置を予測するためによく用いられております また、カルマンフィルターですが、えー、複数のオブジェクトをです、ね、トラッキングするようなシステムの構築においても重要な役割を果たしております。それではここでですね一つ例を挙げてトラッキングについて考えてみたいと思います。今、ですね手元にこのようなムービーがあります。 こちらご覧いただきますと、ボールがですねこのように左から、画面の左の方から出てきて、段ボールに隠れてまた出てくると、このような形になっておりますが、このボールをですねトラッキングをするといったところを、このビデオで考えていきたいと思います。まず、ですねこの動いている物体の検出ですが、検出のためのアルゴリズム、いくつか考えられるかと思います。 ここではですねコンピュータービジョンシステムツールボックスで提供されているフォアグラウンドディテクターと呼ばれるアルゴリズムを使ってまずはですねこの動いている物体を検出していきたいと思いますアルゴリズムのですね詳細については割愛いたしますが検出した結果がですねこちらになります 一見、先ほどのビデオとあまり差分がないように見えてしまいますが、ボールの部分がこのように白く塗りつぶされております。この白いマスクの部分というのが、このフォアグラウンドディテクターというアルゴリズムを使って検出されたオブジェクトになっておりまして、アルゴリズムについて簡単に説明しますと、このカーペットの部分であったり、段ボールの部分というのは、数フレームにわたって普遍の。 状態になってますのでそういった部分をです、ね、背景として捉えましてそれに対して動きのある部分をです、ね、フォアグラウンドとしてオブジェクトを検出してくるとそういった形のです、ね、アルゴリズムになっております。 まあ、ということでこのフォアグランドディテクターのアルゴリズムを使いますと、えー、ボールのトラッキングがですねまあ、できてしまいそうな感じもいたしますが、えー、2つですね、えー、問題があるかと思います。はいえーまあ、1つ目はですね検出位置の精度の問題になります。えーまあ、精度ですがまあ、あの背景と前景の差分ということで、えー、動きのある部分だけを出してきます。ので、えー ボールの重心点の位置を例えば正確に出したような場合ですね、えーまあ、そういったケースであまり精度の高い検出が行えないというです、ね、課題がありますで。そしてもう1つはです、ね、ボールが箱を通過したときに隠れてしまうということで、まあ、これはあの背景と前景の差分で出しますので、まあ、そもそもオブジェクト自体が隠れてしまうと、えーまあ、もう検出できないという形になります。それぞれです、ね、もう少し詳しく見ていきます。 まず精度の方についてですが、まあ、ここにですね、六枚のイメージがあります。これはあのビデオの中からですね、連続した6フレームを取ってきて、ボールの部分を拡大したものになります。V と D という2つの点が出てますが、V の方、青い丸の方ですが、まあ、こちらがですね、画像処理で算出算出してきたボールの中心点の位置、重心の位置になります。 で一方、黒い点の方、D と書かれた方ですが、まあ、こちらはです、ね、フォアグラウンドディテクターを使って、えー、検出したオブジェクトの重心の位置を出したものになっております、えーまあ、この結果からもです、ね、明らかな通おり、まあ、V と D で差分が出ておりまして、えーまあ、D の方、えー、フォアグラウンドディテクターを使って検出された位置というのはわず、まあ、かながらです、ね、精,度があ精度を欠いているということが分かります。 そしてもう1つの2つ目の課題ですがこれはです、ね、もう明らかな通りですけれども箱に段ボールのところをオブジェクトが通過する際にオブジェクトそのものが隠れてしまいますので背景と前景の差分でオブジェクトを見つけるというやり方ではトラッキングができないというふうな形になります。 えーまあ、ですので、えーまあ、これら2つのです、ねえーまあ、課題に対しまして、えー、カルマンフィルターを使うと、まあ、どのような改善が見られるかといったところを確認していきたいと思います。はいえーまあ、実際にですね、カルマンフィルターを適用する方法です、ね、記述の方法については、後ほどご紹介するとしまして、えー、まずは結果から見ていきたいと思います、えー。こちらがですね、カルマンフィルターを適用した後の結果になります。 えーまあ、先ほどと同じ6枚の連続したフレームがです、ね、このスライドに書かれていますけれども、えーまあ、V と D にプラスして K というです、ね、オレンジ色の丸い点が追加されております、えーまあ、この点ですけれども、まあ、こちらがです、ね、フォアグラウンドディテクターで検出した重心点の位置オブジェクトに対して検出した重心点の位置に対してカルマンフィルターを適用した結果になります。 カルマンフィルターによる予測値によってその結果をです、ね、補正したという形になりますが V で示されている青い点本来見つかってほしい位置にですねかなり近づいたということが分かりますですのでカルマンフィルターを適用するとこういった形で,です、ね、精度を改善できるということが分かりますそして次にボールが隠れたら その時にですねどうやってトラッキングを続けるかというところなんですけれどもまこちらのスライドでご確認いただけます通りですねボールが箱に隠れている間も奇跡を予測できているということが分かりますボールが隠れている間はですねボールの位置情報というのは得られないという形になりますのでカルマンフィルターは予測値のみを使ってトラッキングを続けるという形になっております それではではすね実際にカルマンフィルターをマットラボ上でどのように実装できるのかといったところをですね見ていきたいと思います。マットラボとコンピュータービジョンシステムツールボックスを使いますとカルマンフィルターですねたった3つの関数で実装することができます。まずですねコンフィギュアカルマンフィルターですがこちらを使ってカルマンフィルターのですねオブジェクトを定義をいたします。 そして、プレディクトメソッドを使って選択した動きのモデル、モーションモデルに基づいてオブジェクトの位置を推定をします。そして、コレクトメソッドを使ってですね予測値に対して実際に検出した値に基づいてオブジェクトの位置を更新するといった形になります。そしてですねコンフィ コンフィギュアカルマンフィルター見てみますと、このカルマンフィルターオブジェクトにですね設定可能なパラメータがいくつかあることが分かりますので、どのようなパラメータが設定可能なのか、具体的に見ていきたいと思います。このカルマンフィルターオブジェクトですけれども、設定可能なパラメータとしてはですね5つあります。 まず、モーションモデルですが、このパラメーターでですね、オブジェクトがどのように動いているのか、等加速度なのか、等速度なのか、そういった動きの情報を与えます。そして次に、イニシャルロケーションですが、こちらでオブジェクトの初期位置。そして次に、イニシャルエスティメートエラーですけれども、その上の方で設定した初期位置に対する測定の精度のですね、情報。 そして、モーションノイズは、選択したモーションモデルがですね、えー、正確にオブジェクトの動きをフォローできているかどうかという情報。そして、メジャーメントノイズはですね、検出の際の測定結果に含まれる誤差という形になります。えー、具体的にですね、まずこの1番目のモーションモデルのパラメータについて、このパラメータがですね、トラッキングの結果にどのような影響を与えるかというのを見ていきたいと思います。 こちらの結果はですねモーションモデルのパラメータを等速度に設定した場合のですね結果になりますですのでフレーム間でですね物体は等速度で移動するものとして推定されるという形になりますこちらの結果を見ていただきますと まあこの赤い箱で囲まれている部分ですがこちらに注目していただきますとボールがです、ね、隠れてその後再び現れたときに予測値と実際のボールの位置にです、ね、差分が生じてしまっていることが分かります。ボールはです、ね、カーペットの上を転がっているという形になりますけれども、まあ、カーペットの摩擦の影響で減速していきますので えーまあ、等速度の予測モデルではこのケースでは正確な結果が得られないということがわかります。一方、ですね等加速度のモデルにした場合どのような結果が得られるかというのを見てみますと、はいえーまあ、こちらがですね等加速度のモーションモデルを設定した場合ですが、えーまあ、実際のボールの軌跡とですね予測値による軌跡がですね一致しているといったところをご確認いただけます。 こちらのスライドにですね示されているパラメーターというのが今回のボールのトラッキングに対してサイルの結果が得られるパラメーターという形になります。パラメーターについてですね、今一度おさらいをしていきますとまずモーションモデルですがこちらで動いている物体の運動特性をですね与えていきます。次にイニシャルロケーションですがこちらでトラッキングを開始すべき のの座標情報といいうのを与えていきます一般的にはトラッキングの対象になる物体が最初に検出された場所の情報をですね、与えるという形になるかと思います。そして、イニシャルエスティメイトエラーですけれども、設定したイニシャルロケーションに関して、どの程度の精度を持っているかの情報というのをカルマンフィルターに与えていきます。次に、モーションノイズですけれども、こちらで、 実際のです、ね、オブジェクトの動きが選択した理想的なモーションモデルに対してどの程度近しいかというのを与えていきます通常ですねオブジェクトは完全に等加速度ないしは等速度という状態にはなりませんのでモーションノイズを高く設定しますとカルマンフィルターはモーションモデルに対する依存度というのを低めまして実際に得られた測定値により依存するという形になります そして最後にメジャメントノイズですけれどもこちらで実際に検出された位置情報に対する不確定性の,不確定性の程度を、ね、与えていくという形になります。このパラメータを高めに設定すると先ほどとは逆で,です、ね、カルマンフィルターはモーションモデルに対する依存度を高める,高めるという形になります。 それでは最後にですねこのパラメータを使ってトラッキングを行った結果を見てみたいと思います。こちらがですね先ほどご紹介したパラメータを適用した結果になります。コンピュータビジョンシステムツールボックスで提供される注釈を挿入するような関数もですね使われておりますが まあこのようにですね、えーまあ、段ボールを通っても、えー、トラッキングを続けると、予測値を使ってトラッキングを続けるといった振る舞いがご確認いただけます。またですね、えーまあ、注釈で今、コレクティルと入っていますが、えーまあ、これはですね、今、ボールがフォアンドディテクターのアルゴリズムを使って検出できていますので、えーまあ、こういった際にはですね、えー、実際に得られたオブジェクトの位置情報を使って予測値を補正すると。 そして隠れた場合には予測値だけでトラッキングを続けるという形になっておりましてこのようにカルマンフィルターを使っていただくとオブジェクトのトラッキングが行えるといったところをご確認いただけたかと思います。えーまあ、本日はですねご紹介をさし上げる時間はありませんでしたが、まあ、単一のオブジェクトのトラッキングだけではなくて複数の物体のトラッキングもですね行うことができます。えーまあ キーポイントとしましては、マットラボとコンピュータービジョンシステムツールボックスを使うことによって、カラマンフィルターですが、たった3つの関数で,です、ね、非常にシンプルに実装をです、ね、行うことができるという点になろうかと思います。物体のです、ね、トラッキングや認識については、これ以外のデモやです、ね、ビデオが弊社のホームページ上で公開されておりますので、ぜひそちらもです、ね、参考にしていただければと思います。ありがとうございました。